い、おやつは今からおやつタイムでしょ。うん、もう食べてよ。おいよ。何食べんのしーちゃん。ぬしキリンレモン。それで飲みます。あとはあ、リミがなんかそれちょっと紹介してください。食べるものをリミちゃんここにカメラに紹介しますって。カントリーマームチョコまみれ食べます。うん、美味しいかな。あとねバニラ味っていうすごいね、うん、なんかクッキーとクッキーと間になんかオレオのなんか白い部分みたいな。それただの濃厚クリームでしょ。オレオ関係なくない。それ挟まってるやつね。強引にオレオに釘つけたね。じゃあ食べましょう。うわ美味しそうだな。うわ美味しそうだな。うわ割れてる割れてる。いただきます。リミそれ早く開けてよ。どうなってんの。開けない。なんでママたちが買ってきたんだよこれ。なんでもともとはひょうとママが買ってきたんだよ。ママがいいんだよ。ちーちゃんだからリミちゃん開けてよ。見せてよ。開けた。どんな感じなの。チョコまみれすごいチョコなのかな。こんな感じ。これカントリーマームじゃないやん。カントリーマームだよ。カントリーマームにチョコがいっぱいついてるからじゃない。食べてるかな。うん、おいしいかな。どう、うん、おいしい。しーちゃんどう。うん、オレオの白いところ。あ、オレオの白いところ濃厚クリームでしょ。周りが普通のビスケットみたいな、うん、でもちょっとね、硬いオレオよりかは。あ、そうなんだ。やっぱオレオが最強。そうでもない。あ、最強、オレオが最強。オレオが最強、うん、最近オレオ買ってないのね。ねえ、しほちゃんだけ飲んでる風に見えるけど、りみちゃんのこれも三ツ矢サイダーなんでね。サイダー系何が好きかね。いろいろあるじゃん、うん、スプライトとかキリンレモンとか三ツ矢サイダーとかさ、なんか同じようでさちょっとずつ違うよね。でもファンタファンタ3つしかやってないよ、ね、もでもほら透明なサイダー的な、なんていうの、ラムネもあるじゃないか。ラムネか。ラムネも一応サイダーでしょ。ラムネサイダーなの。サイダーでしょ。まあ色的にはね、透明なシュワシュワみたいなジュースってこと。でもいつもねこうやって食べてる、ね、ところでリミは一人で何食べてんのそれ。キャンディー。何これ、これか。こんなのあった。トーマスのチューインキャンディー。こんなのよくあったね。やだ。これずっと前のじゃない。やだやだって。何がやだの。リミはずっと通じたの。うん、うちじゃないんだ。2020年10月まで食べれる。もう映しちゃったかな。これあれだよね、ずっと前にさ、あのリミとさ、あのダイソー行った時にこれレジにあるんですよ。皆さん知ってます？うん、ダイソーのレジにこれなんだ、2つで100円だっけ、3つだっけ。いっぱい買ってね、取っといたの。取っといたやつ、ずっと前にだよね。食べれるように。そうだよね。これで最後。これで最後か。これなんだっけ、え、3つで100円だっけ、2つで100円だっけ。何個で100円。100円か。なんかあるんだよね。ダイソーにね、これがね、いいところにレジにあるんだよね。でリミがね、気づいたらねポワンってねカゴに入れんの、このレジのところでね。うん、リミ好きなんだよねこれ。これ大好きで、ママいっぱい映っていいよ。うん、これこれだよ、みんなお勧めだってリミの。恥ずかしい。いいじゃん、美味しいんだから。ただトーマスなだけでしょ。だからお勧めって。じゃあおすすめだから大丈夫だよ。トーマスだから美味しいよ。ちびっこ。ちびっこ。ん、何がちびっこ。何がちびっこ。そうだね、リミちゃんちびっこだから。美味しそう、ママも食べよう。あ、すごい。あ、もうほんとチョコレートでコーティングされてるんだねこれね。めっちゃ美味しそう。うん、うん、チョコまみれって感じ。のまんま。はい、この後一本撮影するんで、リミちゃんさすがに着替えてください。この帽子も取っていいですか。はい。
はい。どうしたの？不満が読みながら。そう、はい。今ね、撮影終わりましたので、今度運動タイムだそうです。こんな感じ。ね、読めるのそれ？読めるんだよ。読めるんですかこんなんで？読めます。面白すぎる。読めてますか？読めてます。すごいね、1でも読みながらやるという。読みたいんですよ。読みたいですね。まで行ったの？14巻まで行ったの。すごいね。へ、4日前ぐらいまで9巻までだった。うん、一気に読み始めたね。熱中。私もね、最新巻まで読み尽くしてる。そうね、面白いんでしょ。面白いよ、ヤクネマは。私ね、花子くんが一番読んでるかもしれない、うん。あ、何度も何度もずっと読んでる花子くん、何度読んでも面白いから。あー、濃くて、もういいよね。大人だね。あ、遊ぼうって言ってるよ、チロンが。このシロンが遊ぼうってね、ヒロン、あ、遊ぼうってね、遊んでほしいよな。遊んでほしいね。うん、遊ぶな。どっちだ。うんうん、よっかよっか、遊びたいな、遊びたいな。シロンには分かんないな。うんって言ってた今ね。なあシロン、遊びたいよな。シロン遊びたいの分かんない。シロン遊びたい、分かんない、分かんない。シロン遊ぶの、シロン遊ぶ。かわいい、めっちゃかわいい。はい、夕方もね、ちょっとだけここに来て気分転換です、ね、はい、はい、疲れましたね、うん、はい。眠そうですね。眠くなっちゃった。コロンが伸びてる。かわいい。眠くなっちゃいましたか、しほさん。しほ、うん、眠いかも。眠いんだ。今日何時に起きた？今日？結構早かったよね。今日6時に目覚ましかけて。なんでそんな6時に目覚ましかけてんの？でもね、その後寝落ちしちゃって。そうだよ。気が付いたら7時3分で。うん。で、それで起きたんでしょ？でもそれで20分ぐらい携帯いじって、うん、で下行った。早っ。いつもね、かわいい、大好きだよ、シロ。かわいい、かわいいな。かわいすぎて、やばい。コロン、コロンどこ行った？コロン来た。ということで、今ね、アニメを見てます。イエーイ。ということで、アニメの名前はですね、盾の勇者の成り上がりということで、生放送でも言ったんですけど、これ最近ハマってて今見てます。はい、ということで見てます。でね、ちょっと最近私ずっと目薬持ってるんですよ。はい、最近目が痒くて、本当にね、本当に花粉症かっていうぐらい、もう私花粉症になったことないから、すごいね、花粉症の気持ち分かんなかったんだけど、めっちゃ可愛いんだね。多分花粉症だと思います。どうでもいい。ママもいないよ。ない。
美味しい、ひーちゃん。いい声使わなくて、ママ。うん。これ、タレ入れるよ。いい？いい？うん。はい、ということで、夜ご飯です。今日は。食べてる？え、ご飯だけ食べてる？うん、ということで、今回はね、これは鉄板焼き、ね、っていうかね、野菜とお肉を焼いて、はい、あらかじめフライパンとかでもやっちゃってるんですけどね、うん、ここでさ、あの焼肉とかやるとめっちゃ匂うんだよね、家が、うん、だからこんな感じで野菜もりもりです。はい、いいよ。いただきます。じゃあいただきます。はい、投入しとく。投入する。で、まだ食べれそうだったら焼きそばもやりたいと思います。あと味は2種類、塩コショウも美味しいよね、さっぱりとね、うん、それやめて、ドラえもんのお皿恥ずかしい。なんでもらったの。なんかでもらったんだよね。ほら、塩コショウ取って。ガーリック入りだよ。どう、リミ、おいしい？はい、じゃあゆっくり食べたいと思います。はい、はい、はい、ということでね、お風呂から上がってきました。というわけで、今からね、スキンケアをしていきたいと思います。まず、化粧水を塗ります。次にね、バセリンも塗りたいと思います。はいはいはい。次に美容液を塗っていきたいと思います。これね、新大久保の福袋に入ってたやつで、めっちゃいいです。あと髪の美容液みたいなのもいつも塗ってて、こちらのね、これめっちゃいいんですよ。これこちらね、めっちゃ良くて、これをね、いつも使ってます。で、ピンクとかいろんな色があるんですけど、私はピンクが好きなんですよね。たまにね、気分に合わせて紫とか黒とか黄色とか使い分けてます。というわけで、いつもこんな感じでスキンケアをしてます。というわけで、以上です。はいというわけで、今からね、髪の毛を乾かしていきたいと思います。
はい、ということで今ね現在10時ちょっと過ぎなんですけど、今回はねそろそろ寝たいと思います。ということで今回の動画はこちらで終わりにしたいと思います。それではバイバーイ、おやすみー。